こんにちは。今日ね、スタジオに来ました。久しぶりに今日は皆さんのために演歌を歌いたいと思っています。それで今日は2曲を準備して、とても大好きな曲、最近私練習して綺麗に歌えるような思ったから、今日は撮影して皆様にこの2曲を伝えたいと思っています。皆さん、例えばテレビで歌を聞くと必ずその後はもうすぐ歌初めて聞いても歌えるから、うん、あ、この子は耳がいいなと思って学校に出したね、うん、そしたら一番最初はピアノとバイオリンを勉強した、うん、でピアノの一番最初教えてくれた曲はこの曲です。それであの時からもずっと忘れられない。なんかピアノはどこ行っても、どこ例えば夜のどっか行ったら、うんうん、どっか遊びに行ったらピアノバーとかあるじゃないですか、うんうん、もうすぐ私ピアノちょっと弾いていい、必ずこの曲、必ず、すごいね、ずっと一番最初覚えた曲と、素敵、ナイス、いけそうな、あと今日ね、私友達も読んでるんですけど、でもあと10分かかる、今何時か、多分あと来る来る、駅にいるから多分あと10分で来るから、練習しとった方がいい、そう、ちょっと練習しよう、うんうん、人間の家はどっちだ、千秋直美じゃない方、千秋じゃない方は、一回聞いていいですか、はい、うん、私はあなたに命を預けた、したいので今日はスタジオに来ました。それで今日はもう一つ初めてですけど、今日マンスールも呼びましたので、うん、マンスールは私のことは私の歌
まだは聞いてないので皆さんにこの2曲を披露したいと思いますので、今日は久しぶりをミュージック、前もコラボ2回しましたのでミュージックさんを呼びました。で今日は私に曲を歌って、ミュージックのミオちゃん、ミオちゃんは歌手やってる方ですので、いろんなところで歌を歌ってる、とても声が綺麗なので、ぜひ皆さんはミュージックの YouTube チャンネルをぜひチェックしてみてください。本当にすごい歌を歌ってるで、あといろんな国の歌を歌ってるから、とってもとってもいい声してるので、ぜひチェックしてみてください。今日は私は2曲歌って、でミオちゃんも1曲歌うことになりました。あなたあそこ何やってるの？ずっと私の話聞いて、なんで10分もくれるって言ったじゃないの。なんでそれ失礼よ、マスル。だから私なんか日本語出てこない出てこないと思った。あなたずっと見てるから私のこと。撮影されてるし、何してるの？何してる？そう。撮影？こんなとこ、あ、この前もあれ歌ってたよね。ここ？何、ここでずっと私撮影したよ。そうだって向かいぐらい来てくださいよ。全然ここ前のしてたし。どうやって入ったのビルの中。そのなんかいろいろ聞いてここまで来た。連絡ぐらいをくださいじゃん。連絡したいの見ていけ。あ本当に私ごめん、私夢中だったから撮影に。ごめんね、ピアノ弾いていい？ダメ、できる。できるでしょ。マンスルできる？できるよ。じゃあ弾いて。うん、やだ。じゃあマンスル、今日は何で読んだ？遊びじゃなくて、あなたいつもね、私歌を歌うときに、コリちゃんどうしてこんな歌してるの？コリちゃんどうしてこんなうまいの？いつも言う。だから今日はあなたのためと皆様のためを歌をたくさん練習してきて歌いたいと思っています。よろしいでしょうか？もちろん。あと、今日はね、マンスルちゃんこの間の私の YouTube を見たら、ミュージックさんのこといろいろ聞かれ言ったでしょ、どうしてこのミオちゃんとかショウくんとかどうして友達になったの、いろいろ言ったでしょ、うん、だからミオちゃんもショウくんももう私は7年ぐらい友達として付き合って、でいろんな彼らたちコンサートやってるから、いろんなところ行っていろいろコンサートちょっとコンサートやってるね。マジ私今真面目、笑うとこじゃないけど、なんか真面目すぎて私日本語出てこないよ。ちょっと笑って。そう、何言いたかったの？言いたかったのはミュージックさんはミオちゃんとやっぱり私笑わないと。ミオちゃんとショウ君がすごく上手で、今日私の歌聞くのは準備してる？あ、心の準備できてるよ。めっちゃうまいよ。泣いちゃうよ。聞きたい。聞きたい。聞きたい。じゃあどうぞお席に座ってください。はい、ありがとうございます。マンスルちゃん、みなさん、今日はコラボする私2曲歌って、ミュージックミオちゃんとショウくんが手伝ってもらうので、一人でできないから、どうしても音楽誰か弾かないと歌えないから、今日はまたミュージックとコラボすることになりました。じゃあマンスル初めてですので、よろしくお願いします。これからミオちゃんとショウくんが行きます。ミオちゃん、ショウくん。お久しぶり。本当にもう本当久しぶりだ。何ヶ月ぶり？元気？元気。どうしたの？ずっと何をしてたの？ずっと何してたの？何してました？コンサートやった。私最近はミオちゃんのコンサート行ってない。そう、コンサートが最近全然できてなくて、だからもう制作の方にね、やってます。いや、すごい。今日はどういう気分ですか？今日の気分はね、有名な YouTuber さんにお会いして。まだ有名じゃないけど、皆さんのおかげで少しだけ有名になりました、ね、でもこれからもっと頑張る気持ちがあるから絶対諦めないで頑張ります。本当に見てくれてる方に本当に感謝してます。心からありがとうございました。本当にいつもいい動画を作るためにマンスルと一生懸命頑張ります。ぜひ私の動画とミオさんのミュージックというね、ミュージックのチャンネルのところもチェックしてみて遊びに行ってください。少しだけミオちゃんのミュージックのチャンネルの紹介をしてもらっていいですか、皆さん。はい、なんか私たちも一応 YouTube チャンネルあるんですけど、
しばらく上げてなかったんですよね。そうですね。カバーソングだったりオリジナルのミュージックビデオだったりを上げてるんですけど、ちょっとご無沙汰になってしまいまして、先日でもちょっと新しいミュージック、リリックビデオをねアップしたので、ぜひそれを見てほしいと思います。 MIOSIC で調べてみてください。ぜひ見てください。はい、ぜひ。そう、私たちの最後のコラボはみおちゃんを歌ってた音楽、うん、自分のチャンネルで歌ってた音楽はあれ何語でしたか？私すごい気に入った音楽で、ネパール語。ネパール語で、あの歌は今でももう何ヶ月経ってるでしょ？あれも結構経ったね。そうだね。そう、あの歌は私本当に今でも家の中で演歌たくさん聴いてるのに、あの歌も出てくる。ずっと聴いたから。それでね、何が私すごい驚いたのは、みゆちゃんはあのネパール語喋れないでしょ。喋れない。なんであんなに綺麗な歌ってるの。でもネパールの友達もいて、その方がすごいね教えてくれて、そう、それで一緒にね。うん、マスール覚えてる、1回は車の中でミュージックの話した時にこの歌は私大好きよと言った時にネパール語の歌を歌った。覚えてる覚えてる。でマスールは何言ったの時、あ、この歌はすごい鳥肌になるよ、すごい感動する、いや本当すごかった。覚えてる覚えてる覚えてる。マスールちゃんごめんね、カメラマンさんで。ちょっとありがとうございます。いいえ、先生喜んで。マスール伝えたいのは人魚の家、拾ったの見え子、広田美恵子さんは、いや僕も知らないですね。そうですね、でもコリーのねおかげで知ってました。ごめんね、そんなに全然です。私は古い時代の歌しか歌えないから、ごめんね。いやでもこうやってコラボレーションする意味がこういうことですよね、うんうんうん、知らないことを教えていただく。あともう一つ、もう一曲歌いたいのは役者千秋直美さんの役者、役者の方はまだ新しい方の歌ですか？どうだろう、でも同じくらい、でも結構古いんじゃないですかね。そうなんですか。千秋直美さんも僕はモノマネで知りましたね。モノマネをやられるコロッケさんでした。コロッケ、知ってます。はい、マスローコロッケさんってモノマネですごい有名な人がいるんですけど、コロッケさんが千秋直美さんをよくモノマネされて、あ、そうなの。それで知ってますね。それは知らなかった。あんまりいい感じのモノマネじゃないかもしれない。あ、ちょっとね誇張した笑いにしたモノマネ。コロッケさんは結構有名ですね。面白い、皆さんが知ってると、すごい面白い。千秋直美さんにとてもありがたい、この曲が歌ってて、で私この曲に出会って、でこの曲私も歌えるようになったのはとてもありがたい、感謝してます。すごくいい曲ですので、ね、じゃあ皆さん、これから皆さんのために私は2曲、人魚の家と役者を歌いたいと思っていますの でぜひみおちゃんも今日はいい曲だと歌いたいと思って。何でしょうかね、オリジナルするって言うと。ぜひはみおちゃんも皆さんのために歌ってほしいから、ぜひ歌ってください。はい、1曲歌していただきます。はい、何をします、何しようかな。オリジナルだって。オリジナル、そう、カバー、まあ日本語、英語、日本語、糸、そうにしようかな。じゃあカバーの、糸、いい歌、じゃあ糸、マスリートしてる、知らない。マスル、あのね、あなたも今日ぜひ何か歌ってほしいよ。私は無理。そんな約束できません。一緒に何か合わせる。一緒に合わせます。ありがとう。じゃあ、お願いします。じゃあ、人魚の家から行きます。Thank you.
た私はあなたに命を預けた。今笑うところじゃないけどね。どうでした？すごいいいと思う。すごい、いつ練習したの？さっきは中来る前にちょっと練習しました。すごいすごい、ね、少しだけ練習してそれで、でもすごいじゃない、翔くんは。多分この歌も結構なんか覚えやすい。じゃあ歌ってみて。覚えやすいからちょっと歌ってみて。ちょっと来て。ちょっと2人で何か歌おう。無理無理無理。ちょっと待って、歌えない、ほとんど歌えないけど。今ので一緒に歌う。本当に？じゃあ、どっから？私は分かんない。じゃあマイク。じゃあ私歌えないからね。じゃあちょっと歌ってみて。私は？いや合わせる。じゃあ、あなたに。私は。じゃあこっからいこう。はい、マイクはちゃんと持って。マイク持って。じゃあ行こう。1、2、3。私は。じゃあやっぱり覚えやすくじゃなかった。預けた。マス、預けようじゃなくて、預けた。もう一回。それは、ね、お願いします。マス、すごいいい声。いい。優しい。いや、すごいいい声。うん、お願い、もう一回。はい。私は。もうちょっと出してやるから。なんか誰かしまって。誰かいる。歌う人じゃないから。来季を私と合わせて、一生懸命私あなたのためと思って。あなたのため。相変わらず氷に。無理。もう一回。じゃあ一緒に行こう。はい、いいですか？はい。1、2、3。私はあなたに命を預けた。One more time。私は。マンスールすごい。皆さん、マンスールもちゃんと歌いました。ありがとうございます。次はまた楽しんで、ミオちゃんの歌をぜひ聴きたいので、皆さんミオちゃんの歌を聴きましょう。ミオちゃんお願いします。マンスール、今日はここに来て私の歌を聴いて、ミオちゃんの歌を聴いて、まだミオちゃんこれからですけど、どう思いますか？どう思いますか？聞く前に。ほんとすごい楽しい。ほんと楽しい。ほんと歌ってなんか生で聞くもんだと思う。CD だけとかじゃなくて、そう、生で見るとまだ全然ほんとに違う。ね。そう、今日幸せ。ありがとうございます。じゃあこれからみおちゃんを、はい、の歌を聞きましょう。みおちゃんお願いします。糸ですね。糸ですもん。お願いします。全国民が知ってる中島みゆきさんの糸。お願いします。マスール、ちゃんと真面目に聞いてください。笑う男じゃない。お願いします。なぜめくり合うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない。どこにいたの、生きてきたの、遠い空の下、二つ
さっき暑かったけど、私すごい寒くなってきた。いや、私の足、足見たらわかる。鳥肌になっちゃった。いや、本当に。いや、すごいよ、今の、みおちゃんの、私、糸の歌という大好きで、全然私歌えない、この歌は。難しくて。で、今は、みおちゃんの、声この、もう本当に、足の方から鳥肌になっちゃった。寒くなってきた、本当に。いや、すごい。力になれた。これまで聞いた CD と今の生はまた全然違う。いや、すごい素晴らしい声。まあ、すごい声、みおちゃん。この前ね、一緒にコラボした時に、みおちゃんが英語の歌を歌ってた2回と思ってですね、初めて日本語の歌を聞いた気を私も初めてだから、本当にすごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、せっかくだから、これもう一曲。もう一曲歌っていいですか？マンスールどう？私歌わないよ。私歌わないよ。違う、マンスール、ミオちゃんの後、ミオちゃんこんな綺麗な声して、こんな綺麗な歌歌って、ミオちゃんの後、私もう一曲歌っていいですか？耳は痛くない？私の歌も鳥肌になる？なる。本当に歌っていい？なる。じゃあ、歌います。じゃあ、お願いします。男も寂しい心の傷をお酒で洗っても悲しみをため息でいつも乗り換えて泣くしかできない私役者だね数だけあなたのかな何これこれも乗せてこれ NG 集本当にすごく綺麗に皆さんのために歌いたいのでなんかこの曲はちょっとあちこち失敗してるよねまあそれ笑わないで、まあ、今笑うところだけど笑わないでよ一生懸命もう暑くなってきて今は、はい、ごめんね寒いやつよくわからないこの気持ちは頑張ってこれ翔くんごめんねじゃあ今回はぜひうまくいくように頑張りますまあそれあんまり私を見すぎから私は言葉出てこない見ないでよ私は何びっくりした今日このうますぎてそうだよやめてくれる分かったちょっ
そう、歌いたいから真面目にしなさい。見ないで私の方。はい。はい、皆さんごめんね。もう一回やってみます。はい。はい、行きましょう。続いては2曲目の歌、歌いたいと思っていますので、役者です。皆さんぜひ聴いてください。はい、役者で行きます。さっき言ったように本当感動しました。すっごい本当生で見ると全然まだ違いますよね、歌って。本当にありがとうございます。今日ありがとうございます。こちらこそ。私はね、一回はあのミュージックのコンサートにあのミュージックさんと一緒に出たいので、うん、一緒にあの私もぜひぜひあの演歌を歌いたいから、前あのミュアちゃん誘ってくれたから行けなくて、うん、ぜひ今度行きたいから、またミュージックのコンサートある時にお知らせしますので、はい、ぜひ皆さんはあの、まあ、もちろん近い方はぜひ来て見に来てください。本当に私も何回も言ったけど、最近はちょっと行けなくてごめんねけど、何回も言ったから、すごくあのスタジオも借りあのスタジオじゃなくてあのレストランとかいろんなところで出会ってるから、とても綺麗だったし、あのとてもミュージックの歌はみんな大好きで結構混んでたよね、あの時は、うん、そう、なかなかあのすぐチケット販売する。とか座ってお酒飲みながら食べながら聴くとこが多いので、ぜひねその場所にも遊びに来ていただけたらと思います。また告知させてください。ぜひそう、皆さんお願いします。ミュージックの方の歌も聴きに行ってください。下の方にミュージックのチャンネル、 YouTube チャンネルのあのリンクを貼ってありますので、ぜひしてチェックしてみてください。キヨは最後まで見てくれて本当にありがとうございました。あとキヨはマンスルちゃんも来てくれて本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。マンスルありがとう。ありがとう。皆さん、じゃあ次の動画まで楽しみにしててください。キヨ本当にありがとうございました。ありがとうございました。これはクオリちゃんの音楽のメモ。私の家汚いってこと？汚くないよ、面白い、綺麗。マスル、ちょっと待って、あなたは笑いすぎ私のこと。